今日は2020年度個人株主増加数ランキング第9位の Z ホールディングスの株価見通し解説がテーマです。皆さんこんにちは。お金の学校学長の今川和明です。第10位だった三菱商事に続けて2020年度個人株主増加数ランキングにランクインした銘柄の株価見通し解説をお届けしていきます。2020年度個人株主増加数ランキング第9位は Z ホールディングスです。ちなみに2019年度個人株主増加数ランキング第9位はかんぽ生命だったんですけども、今回はランク外となっています。ぜひ概要欄からかんぽ生命の株価見通し解説の授業のチェックもお願いします。Z ホールディングスはヤフージャパンやペイペイなど私たちにとって身近なインターネットサービスを提供している企業です。昨年は ZOZO の買収や LINE との経営統合など話題性もあったことから個人株主が増えたと思われます。個人投資家に人気の Z ホールディングスの株価の動向はいかに、詳しく解説していきます。今日はこちらの流れに沿ってお話を進めていきます。まずは Z ホールディングスのビジネスモデルから紹介していきます。 Z ホールディングスは傘下にヤフー、ペイペイ、ZOZO、一休など一度は利用したことがあるんじゃないかなと思われるサービスを持つ企業を擁する持ち株会社です。1996年の設立後はインターネットポータルで国内首位、ネットサービスのほぼ全てを手掛ける総合グループで集客力を生かしたネット広告とオークション、情報掲載を柱としています。大きく事業を分けるとメディア、EC、金融に分けられます。ショッピングモールでは楽天やアマゾンを追撃するにあたって ZOZO を子会社化、 LINE も傘下に入れて顧客の囲い込みを進めてきています。金融分野ではスマホ決済の PayPay をスタートさせたことをきっかけに金融サービスをすべて PayPay にブランドを統一して分かりやすさを訴求しています。通信会社や小売企業などが積極的に金融サービスを導入、力を入れてきています。金融サービスの手数料収益は非常に大きなものとなっているケースも多いですので、Z ホールディングスの今後のキーポイントとなる事業だと思っています。今後は楽天経済圏に対抗する形でワンストップでサービスが利用できる PayPay 経済圏の確立に期待したい企業です。続いて Z ホールディングスの直近の決算内容を解説します。2022年3月期第1クォーターの決算発表なんですけども、売上高は3733億5200万円前年同期比 36.3% 増、経常利益は513億8500万円、前年同期比 1.5% 増、純利益は266億1700万円、前年同期比 17.0% 増となっています。LINE を子会社化したことによって業績面に大きく寄与しています。EC、広告ともに業績を伸ばしておりまして、PayPay の連携効果でクレジットカードや銀行など金融部門も順調に収益を上げています。統合による焼却、人件費の膨張をこなして営業増益を達成しています。Z ホールディングスは Yahoo の EC 出店者や広告主に対して LINE 公式アカウントの導入促進を実施中です。PayPay 加盟店への提案も検討しておりまして、LINE との統合効果を収益につなげていくのはこれからと思われます。続いて Z ホールディングスの株価見通しをお伝えします。まずはここ10年間のチャートを見ていただきたいんですけども、Z ホールディングスは長らく400円から500円台で推移してきました。Yahoo の株価は500円前後安定推移しているというイメージが個人的には強かったんですけれども、たまたまかもしれないんですが、Z ホールディングスに社名変更した頃から株価が上昇傾向になりました。そして株価のボラティリティも大きくなってきています。この間業績に大きな変動があったわけではないんですけども、スマホ決済の PayPay をスタートさせたりですとか、ZOZO の買収、そして LINE との系統後など、話題が豊富にあったことから期待感で買われてきていると捉えています。Z ホールディングスの本日の割値は740円で、年間配当金は5円56銭を予定しています。よって配当利回りは 0.7% となります。ちなみに Z ホールディングスは株主優待制度を実施していません。配当金は8円86銭を継続してきたんですけれども、2021年3月期から減配しました。一株当たりの利益が落ち込んできているだけに仕方ない部分もあると思われます。昨年も Z ホールディングスの株価見通し解説の授業をお届けしているんですけれども、ちょうどお届けしたのが1年前、昨年の10月頃でして、当時も株価を700円台に乗せていた時期なので、本当にこの1年間で一
ってこいという状況です。前回の授業でチャートの窓分けが気になるとお伝えしていたんですけれども、まあ、材料出尽くし、そしてさらには LINE の中国業務委託先などから日本の個人情報が閲覧可能だったという不祥事が発覚しまして、まあ、個人情報保護委員会などから指導を受けると、こういったこともありまして、これをきっかけに窓埋め分以上に下げてしまったとも思われます。そして過去についても、まあ、窓開け、窓埋めというのを繰り返してきています。そして夏場以降の上昇の際にも、ここですね、500円台後半で窓開けしていますので、再び窓埋めで調整してくる可能性もあるので注意が必要です。事業モデルが当時と違いますので単純比較はできないんですけれども、Z ホールディングスは M&A によって巨大グループ企業に成長してきておりまして、日経平均株価の上昇による連れ高と期待感でここまで上昇してきていると思っています。まあ、ここからもう一段の上昇を期待するということであれば、利益面での向上が期待できれば上場来高値の更新というのも視野に入ってくると思われます。まあ、その可能性というのも十分秘めている銘柄だと思っています。続いて Z ホールディングスの今後の懸念材料についてお話しします。なんといっても巨大なライバルがたくさんいることが挙げられます。 Z ホールディングスのライバルということになれば、国内だと楽天、そして海外はアメリカのアマゾン、アルファベット、そして中国のアリババ、バイドゥ、テンセントと巨大企業がずらっと並んでいます。事業規模、そして業績を拡大していくには海外にも勝負を打っていかないといけないわけなんですけれども、まずは楽天経済圏を確立して先行している楽天から国内シェアを獲得していくことができるかどうかがポイントとなります。いかに顧客を囲い込んでいけるかということが求められるわけなんですけれども、この分野は厳しい競争環境ですので、大幅な業績アップまでは期待しにくいと思われます。 M&A の効果を発揮しつつ、総合力で業績を上げていくことが必要と言えそうです。今日のまとめということなんですけども、今後は LINE との統合効果に期待したいと思っています。一つのアプリで金融サービスから通信、ネット通販、金融までが完結できるようになると言われています。より便利で使いやすいサービスを提供していくことで、顧客の囲い込みというのも可能だと思います。 PayPay ブランドに統一した金融サービスをどこまで伸ばしていけるかが Z ホールディングスの収益面にかかってきます。ここからは期待感だけで変われるのは難しくなってきただけに、業績アップによって上場来高値を目指していく展開になると思われます。業績の伸びが今一つということになれば、チャート上窓開けが発生している500円台後半まで調整してくる可能性がありますので注意が必要です。中国恒大集団の話題ですとか、アメリカの債務問題から急回復を遂げていた日本株の上値が抑えられている状況ですので、もし窓埋めをするような下値を追う場面があれば購入を検討したい銘柄だと思いました。今日は2020年度個人株主増加数ランキング第9位の Z ホールディングスの株価見通しについてお話しさせていただきました。それではまた次回の授業でお会いしましょう。